店ゆりなです。というわけでオンラインお話し会1245部かな、ありがとうございました。明日もね、1245部かな。ちょっと明日もまたね、朝早いんですけども、皆さんぜひぜひ遊びに来てくださる方はね、来てくださるのお待ちしております。はい、まあそんな感じで、まあ今日はね、結構やっぱりみんなマレーシアに行くことについてのお話がまあ多かったかな。まあそりゃそうなんですけど、なんか普通に、まあ普通に考えて、まあそうなるかなって感じなんで、結構で、なんかまあ何回か来てくださる方だったりとか、まあそうですね、何回かか枚数がある方とかはマレーシアの話をして、まああとして、まあ、基本メインはみんなマレーシアの話で、まあ、時間がある人だったりとか、一言とかで昨日のバズリズムさんのカラコンインクの感想、良かったよみたいな、見たよみたいなな感じ、まあ見たよ昨日のもみたいな感じが多かったかなーっていうふうに思いますね。いい感じにテンタオで何だっけ歌詞、あそこの好きになったらの前のとこ、どうぞどうぞ気づきなさい、こんな特別、違う、どうぞどうぞリアクションしてかのところで、スタッフと一緒にハートをやりました。ハートって言って、そこでウィンクをねしました。ちなみにそこは分かりやすかったんですけど、もう一個のもう一個のウィンクはオープニングのタラタタラタラタタタタラタラのところで実はウィンクをしておりました。よく見れば分かるんだよ、あれ引きでみんな映ってるじゃん。あそこでよく見たらウィンクしてるんです、頭のところで。んで歌終わりのところで映ってました、ウィンクが、スタッフと一緒に。そう、なんで最低でも分かりやすいウィンクは2回はあったかなと思っています。そう、まあ明日とかになったらカラコンインク初披露の話になるかな、どうなんでしょうか、わかんないですけど、まあ、話のネタとしてよかったら、見てくれてたんだったらカラコンインクの感想とかお話をし
あ、マレーシアのファンの人だ。ヤッホー、ヤッホーってなんて言うんだろうね。ちょっとわかんないな。さあ、もう夕方じゃないからな。サラマップターンがもう使えないわ。サラマップターンが使えない。なんだろう、なんだっけな、ちょっと待って、今日さ携帯を手で持ってるからさ、シンプルにちょっと、でもこんばんはがないんだね。夕暮れからサラマップターンででもいけるんか、多分。サラマッマーラン、サラマン、サラマッ、サラマッマーランはお休みになっちゃうんだけど。お休みでいいのか。サラマッティンガーしたらもうさよならってなっちゃうからね。わかんないや。ジュンパラギ、またねーって、トゥリカシーって言っとこ、トゥリカシーって。You are very beautiful だって。イエー、嬉しい、 Thank you。 あ、そう、生誕祭のね、そう、あの、えねちゃんの生誕のお手紙ね、書かせていただきました。そうなんです、生誕お手紙を今まで書いたことがなくて、そう、誰、いつも今までお願いされたことがなかったから、なんか今回初めてお願いされて、みたいな、どんな感じで書けばいいんだろうみたいな。私とっても文章を作るの苦手だから、どうしようかなって思って、でもまあ自分のね、本当はなんかもっと書きたいことがあっていっぱいだけど、なんかつら書いてたら、なんかこうまとまりのない、まとまりのないものになって、なんか何が言いたいのかよく分かんなくなっちゃったから、こう結構ギュッとまとめて、書きました。前髪なくしてってずっと言ってるんですよ、あやねちゃん私に対して。そうずっと言ってて、まあ海外に行ったらなくなるんじゃないかなって思ってます。知らんけど、あっちの衣装によるかな、あっちの衣装とあっちのメンバーさんの雰囲気によるかも。衣装がやっぱりあまりにも可愛らしい感じだと、大人っぽい感じにしちゃうとちょっとミスマッチが過ぎるなと思って、それから結構シンプルなデザインだったら可愛くてもかっこよくても合うんですけど、可愛い衣装になるとどうしても前髪をなくすと顔だけ浮くんですよ。すごくなんかちょっとバランスが悪いっていうか、綺麗な顔に可愛い衣装が乗ってるってちょっとおかしいじゃないですか。だったら可愛い顔に可愛い衣装が乗ってる方が、見た目はいいじゃないですか。
だからその辺のなんかこう衣装のコンセプトだったりとか、うーん、色だったりとか、なんかそういう感じ、うん、兼ね合い見たりとか、あとメンバーさんがっていうか、メンバーがどんな髪型の子が多いのかとか、なんか正直そのもし行って前髪ない子ばっかりだって自分もなくしたらなんか一緒じゃないって思っちゃうし、絶対あっちの方の顔の濃さには勝てないから、日本の人の顔だから私は。そうだから、なんかその辺の塩梅とか見て、こう多分ね、日本人のそのココアちゃん前髪 あるし、ハーちゃんもズンちゃんも前髪あるからあれなんだけど、なんかちょっとその辺のなんかこういい感じのバランス見てちょっと決めていきたいなとも思ってますし、前髪を上げるとなると、私ちょっと自分の顔にすごくコンプレックスがあって、前髪があってなんか触覚がいい感じにある方が隠れるんですよ、コンプレックスが。だからこうよくある韓国の K-POP 巻きとかをすると、私のそのなんだろうな、ダメな、ちょっとあんまりよろしくない顔のコンプレックスが出ちゃうから、なんかその辺はなんかいい感じのなんか髪型模索、前髪を伸ばすんであっても模索するし、だし多分あのなんだろうな、海外のグループさんとかも見てても思うと思うんですけど、その前髪の毛の巻き方でも海外の方のセッティングの仕方と日本のうちらのアイドルのセッティングの仕方って違うじゃないですか。まあそもそもそのメイクさんが違うからテイスティングが違うし、それのこと言ったらメイクもやっぱテイストが違うじゃないですか。そうだから、なんかその辺の感じもちょっとあっちのあの国の方々のメイクの感じとかを見つつ、なんかあ、じゃあもうちょっとこういう風にした方がいいのかな、メイクはとか、なんかもうちょっとこういう方がいいのかなみたいなのは、やっぱあっち行って実際の環境に触れてみて、こうなんて言うんでしょうね、なんか変えていけたらいいなっていう風に思ってます。うん、そうですね、結構ね、前髪、ハルゴンさんとかも前髪ね長くなりましたからね、昔ありましたけど、そうなんです。でね、あやねはずっと私にね、ずっと言ってるのがあって、マジで本当にこの髪型にしないよみたいな、これがいいよみたいなあるんですよ、ずっとね。このK-POP アイドルさんのある方のこの髪型がいいんだよ、これにしなよってずっとね言っててね、ずっと言ってるんですよ、いつも笑ってますけどそう、そうなんですよね、前髪をねなくすのはちょっと、なんかちょっとさ、うちさ今日さ前髪がびっくりするぐらいなくてですね、すごい少なくないですか。なんか今日朝起きて前髪が爆発してたから、いつも通りブローのセットしたんですけど、あの前髪がマジでどっか行きました。すごい少ないんだけど、なんかこんな少ないことある？なんかお気持ち程度の前髪しかなくて、そう、お気持ち程度の前髪しか、前髪なくしたらこうなるんですよ、私こう、あれ前髪どこ
こうですね、こうなります。ピヨーン。私センター分けが似合わないんですよね。こういう私すごいめっちゃ羨ましいと思うのがメグさんの感じがめっちゃ好きで、メグさんの若干これぐらいの長さのよくセンター分けとかをされてるしてるんだけど、それがすっごい可愛くてやりたいんだけど、ちょっとセンター分けはね、私ねセンター分けにすると何でしょう、否めない何だろう、婦人か。そう、なんかメグさんはセンター分けの方が似合うんだって、自分がでメグさんが言ってて、めちゃくちゃ可愛いの、メグさんの何だろう髪型っていうか。そう、でもねセンター分けするとね、ちょっとあと斜め前髪が似合わない、こういう七三分けみたいな前髪がすごく、あのね本当に似合わないんですよね。たまにショールームとかですっぴんで斜め前髪とかやってるんだけど、不評っていうか、あんまりなんだろう、なんか急に妹っぽくなっちゃうですよね。だったらあげるんだったら、こうよく私が劇場とかでよくやってた、こうがっつりこう上げ、ここ真ん中上げてこう編んで下ろしてるみたいな、あのねわかるかな、結構ね劇場とかあとねイベントの時とかねたまにやってたんですよ。そう、ああいう前髪のなくし方ならよくやってましたね。最近ちょっとやってないんですけど、一時期ちょっと前髪が長い時とかは真ん中上げてこう編んでみたいなっていう感じの前髪の上げ方はやってたんですけど、あれは前髪は短くて編んでたんですけど、こう完全にこうなんか流してみたいな前髪って、本当に小学生の時、一時期私めっちゃ前髪長かったんですよ。伸ばしてて時期があって、そう頑張って伸ばしてたんですけど、やっぱりね中途半端な長さ、この巻くにも長い、下ろすにも短いみたいな時期がめちゃくちゃしんどかった。とりあえずなんかセットがうまくいかないんですよ。そう、その時期がね一番ね大変でした。うん、今しかもついこの間前髪切ったばっかだからね、短めにまあだからあっちに行くときに前髪伸ばすか伸ばさないかはまあ決めたいと思います。まあでもなくなる、一回は多分なくなるんじゃないかなと思う、なくしてみるんじゃないかなって思います、心機一転で。でなんか嫌だなと思ったら切っちゃうかもしんないけど、そうけどなんか一旦は伸ばしてみてしまうかもしれないと思っている、今のところ。まあ分からんけど、なんかちょっと伸ばしてみるのもありかなみたいな、ちょっとまあ周り見つつですね、メイクにしっかり何にしっかり、とりあえず日焼けしないようにだけ気をつけないと、私もすぐ焼けるんですよ。直行で真っ黒になるので、何々経由とかじゃないです、もう急行なんですよ私の場合。もう色白、自分の中の色白、標準、黒いっていうのがあるんですよ。だいたいまあ冬とかはあんま焼けないじゃないですか。で標準があって、夏は本当に黒くなるんですよ、気をつけてても。で気をつけてて、でその夏の期間だけでもあんだけ黒くなるので、でこう日焼けすると大体さ、結構色白い人って赤くなって、で日焼けしないとかなるじゃん。血が赤くなんない、もう黒い直進なのよ、ヒュイーンしかないから。それが本当に気をつけて、めっちゃメンバーにも日焼け止めいっぱい塗りなねってめっちゃ言われるんよ。
そう。だから一年中夏なので、その黒さだけはどうにか気をつけとかないとなとか思うんだけど、もうね、日傘さすのもめんどくさいし、日焼け止め塗るのもめんどくさいんですよね。なんかめんどくさいっていうか、日焼け止めを塗ることによってメイクのね、あんまりちょっとなんかよれちゃったりとかするのがすごい嫌なの。夏はね、よく日焼け止めやっぱ塗るんだけどさ、ちょっとよれがね、すごい、やっぱり日焼け止め塗ることによって、多分なんだろうな、合う合わないだと思うの。そのメイク化粧品との相性とかも多分あるんだろうけど、メイクのり悪い時はめちゃくちゃ悪いし、あと日焼け止めを塗ることによってお肌がベタベタするのがすごく嫌で、でなんか例えばこうやって腕とかを触った手で目とかこすっちゃうと、日焼け止めを腕に塗ってるわけだから、これが目に入ってもうめちゃくちゃ痛いのよ、眼球が。よくそれをね、夏やっちゃって、そう、なんかもうそれがね、気をつけないとなと思ってて、なんか日本にさ帰った時にさ、え、黒いとか言われたらちょっともう泣いちゃうんだけど、私ふえーんってなっちゃいますので、気をつけてくださいね。そうだし、夏はさ帽子かぶっても頭蒸れるから嫌なんだよね。かぶるけど頭蒸れるの嫌だよね。あともう髪の毛がベトベトになりそうで嫌なの。まあそんな感じでね、そんな感じです。だからどんなゆりなちゃんも好きでいてねっていうお話でした。よろしく。すごい今日みんな、もうなんか今日が最後なんかじゃないレベルでお話ししてくれたんだけど、大丈夫みんな、まだあと2ヶ月ぐらいあるから、ゆりなっち行くまで。それまでよろしくね。じゃあちょっとこの辺で終了したいと思います。ちょっと手持ちなんでね、手が疲れてきちゃった。よし、じゃあランキングを読んじゃいますね。あれ、どこ行った？ありました。13位、シュガさん、 K-POP アイドルスタイルも似合うと思うよ、だって。え、本当に言ってる？私顔がさ、シュッとした顔してないからな。シュッとしたら似合うかも。2位、あ待って、これさ、この間も読めなかったんだよね。なんだったっけな、アチュードさん、アチュード合ってんのかな、ちょっと誰か教えて。この間も読めなかった。あーチュード、あーティード、あティード、あティード、11位、近いしさん、10位、カズさん、9位、食べ過ぎの店さん、明日もよろしく、よろしく。8位、ナッティさん、7位、サーモスさん、今日も楽しかったよ、明日もよろしくね、よろしく。6位、アキコさん、5位、もちのすけさん、お話しかありがとう、今日も声すぎだったで、ありがとうございます。4位、岡山さん、3位、ザク1973さん、今日もありがとう、びっくりしてくれたかな、いや、めちゃくちゃありがとうございます。2位が、ヤスさん。そして今日の第1位がナーラブさんです。ありがとうございます。というわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。